梢ちゃんは地下室でのことは全部忘れちゃったの。梢の抱えきれない過去は私たちが持ち去って心の地下室に沈めて鍵をかけたのよ。そしてその後写真の道に進み、あなたと出会ったんです。僕が出会ったのは全てを忘れた梢。しかしあることをきっかけに彼女は再びここを訪れ、私たちを呼び戻すことに。失踪前に梢が撮った、いや撮らされた写真が引き金になった。そうだね。ようやく謎にたどり着いたようだな。編集長が私に撮らせたのは陳腐なトリック写真でした。よく見れば事実でないことはすぐに分かるもの。私は専属契約が欲しくて、編集長の言うように写真を撮りました。私は父と同じ悪いことをしたんです。梢は嘘を、嫌いから怖いけど梢は悪い子だから。梢、それは違う。君の写真は人を傷つけたりしていない。私は嘘をつきました。私は人を欺いた。私はもう指導では暮らせないんです。違うんだ梢、君は覚えていないのかい。君はあの時自分が撮った写真のデータを自分で消去したんだ。データを消去？私の写真は記事になっていない。あの時のデータは全て消えたんだ。君が消したんだ。そんな、あの日君とすれ違った時、君は僕の声など耳に入っていないようだった。でもまさかあのことが原因なんて。嘘。でも私そんなことしてないわ。誰かが梢のためにしたことだ。じゃあ一体誰か。誰？梢。パパ。梢、長い間苦しめてしまったね。どうしてパパがここに？どういうこと？梢、パパはいつもお前の心の中にいた。いつもお前と一緒だったんだ。気づかなかったかい？パパ、梢はね、パパの言うことを聞かなかった。梢は悪い子だった。なんで嘘の写真を使って？梢がパパのことを思い出してくれたから。私がデータを消したんだ。私の中のパパが。梢は悪い子じゃない。嘘をついてない。いい子ちゃんだよ。パパ、梢は苦しくてもちゃんと生きようとしてるじゃないか。それはみんなが私の代わりに地上に。それは違う。みんな梢なんだよ。みんなが私。そうよ。私はあなた。俺はお前だ。私はあなたです。私はあんただ。私はお前だ。私はあなたです。リーは梢だよ。みんな、私として地上で生きていたの。そう、だから怖がることはない。上行こう。階段を上がろう。梢、ここにいなくてももうお前は一人じゃない。辛くなったら思い出してください。お前の心の中には俺たちがいる。あなたを見守っている。お前が二度と地下室の扉を開けずに済むように。私らはここで祈ってるから、そばにいる大切な人を見失わないで。梢ちゃんはね、いい子ちゃんなんだよ。梢、今まで彼らが抱えていた苦しみはこれからは僕が持つ。木島さん、地上が楽園でなかったとしても、光が再び影を生んだとしても、僕は君が見つめる真実を信じるから。僕と一緒に上へ行こう。ありがとう。さあ行きなさい。光がなければ写真は像を結ばない。お前には光が必要なんだ。Thank you.
帰り、小杖。やびりと出した